手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。一度会ったな。前は敵としてだが。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること？そう、ウチハイタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、ウチハイタチの真実を知る者だ。なんだ今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ。お前に術をかけていたのだ。お前から俺を遠ざけるためとでも言おうか。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている？イタチは死ぬ前お前に何かをしたはずだ。お前のために己の動力をお前の中へ注ぎ込んだんだ。何を言っている？何が言いたい？どうしてイタチがそんなことを。わからないのか。守るためだよ。守る？守るだと？何の？あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、一族を滅ぼし、それ。さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知る。うるせえ！お前にイタチの何がわかる！イタチから聞いているだろう。あの夜の協力者のこと。そうだ。ウチハマダラだ。俺はイタチのことなら何でも知っている。奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何。お前は兄、ウチハイタチの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務。あいつは、イタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつはウチハを。それが木の葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。任務だと？
あの夜、イタチは己を殺し、任務をやり遂げたのだ。どういうことだ？少しは話を聞く気になったが、あいつは、イタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。犠牲。木の葉が暮れ、今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特に内派に対する差別がそうだ。内派への差別だと。もともとこの葉隠れは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内派一族もあった。この葉創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すために。計画。お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと。それに父さんがリーダー。それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派たちだ。内派一族と木の葉隠れ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはこの葉隠れを取ったがな。なぜだ、なぜイタチは内派を裏切る。第三次忍界大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍界大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ。それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすこと。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった。一族を滅ぼし汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。
イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて、いかに心を閉ざし手話と化したイタチでさえも、ただ一人弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ里を抜けた。お前のことが何より心配だったんだ。そうだ、そんなのは事実だ。嘘だ。現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を獣院から解放するため、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するための。一族を裏切り里を抜けたとしても、イタチの心は木の葉と、そしてない。嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ。そんなものすべて。なぜならお前は生きている。結局お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を。だが殺せなかった弟だけは、血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺し、どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとって里よりも重かったのだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のために、お前に倒されることでウチハ一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために、その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでも、お前と戦い、お前の前で死ななければならなかった。木の葉の平和のため、そして何より最愛の弟、犯罪者として、裏切り者として死ぬ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け、それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前にウチハの名を託し、それがウチハ。お前の兄の生き様だ。
どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ったよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれれば。それでいいよ。サスケ、お前は俺が。許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人をかの地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕。真実の復讐、過去への清算。生き死兄の無念を胸に、新たなる内葉サスケの物語は、ここより始まる。